ようございます。今日は2人で桜島に来ています。で、今日は初めてこの間買ったリバリティのミニボート、リバリティのミニボートを実際に海で出していこうと思います。現在の時刻は9時40分。今日はちょっともうゆっくり来ました。朝もゆっくり起きて、で、着いたのが今の時間になります。じゃあこれから準備していこうと思います。いつもあっちの岩場の方に泊まってるよ。みんな休憩してる。すごいね、なんか見えてないと思うけど、鳥の群れがいっぱいいます。酔い止め3飲みます。水ちょうだい。とにかく軽トラックいっぱいです。もうこれ以上荷物が乗らないっていうぐらい乗らないよね。たくさんです。着いたばかりなんですけど、ご飯を食べます。あ、いっぱいいる下に。本当だ、こんな風に見えるなんて初めて見た。ねえ、はい、ビーコさんはキビナゴで釣りを始めました。はい、何か来ればいいんだけど、うん、そこの方にね、魚探に結構反応があるので、見えるかな。あ、今見えるね。ちょっと反応があるので、これを狙うような格好ですね。え、こんなんいいの本当に。止まるまでいいの。うん、大丈夫大丈夫、どんどん出して。止まった。手巻いて、それドラグいっぱい締めてる。お、来た。巻いて巻いて、来たら巻いて。でも違ったかも。違った。でもギュってなったけどな。取られたかな。取られたかも、ね。もうちょっと待っとけば。巻いて巻いて。
よし、来た来た。あ、取られてる。取られてる。うん、一瞬で取られたね。ギュッて来たもん。ね。じゃあ、私は初めての天秤カゴ釣り、ふかしですね。やってみようと思います。これマジ初めてだわ。これを入れて、天秤は60センチのものですね。うわ、なんかすでにもうエビが放出されてんだけど大丈夫け？あら、もっと待った。なんで？絡んでる？あ、ここ引っかかってんじゃん。うわ、最悪。こんな、これは幸先良くないな。あ、なんか来た。マジ？来た。マジか。来ました。でもちっちゃいかも。なんかな。そんなに大きくはないね。エソかアラカブか。マダイ？なんかまずビクビクしてな。ビクビクしてるけど、でも全然で。ちっちゃいマダイじゃな。ほら、やっぱりちっちゃいマダイ。マダイが釣れました。これはリリースだね、うん、すごい釣れたね。釣れた。ビーコさんなんか来たみたいです。でもさっきと変わんないしね。ほら、あ、本当だ、ちっちゃ、はい、何も来ないよりはいいね、うん、まあ、楽しみ。うん、春？まあかな。あ、抜けた。いや、抜けてない、うん、あ、でも軽そう。うん、軽いね。巻きにくい右ハンドル。あ、マダイのちょっとちっちゃいやつだ。おお、お、結構いいじゃん。持って帰れるサイズでしょ、うん、これは刺身やな。やったね。落ち着いて、落ち着いて。やったね。これは持って帰れる。一匹ゲット。一匹ゲット。鼻の上の方の穴からつったよね。ここだ。あ、多分。あ、でも、どうかな。結構ありそうじゃない。でもそんなに吹かないよ。深いからね。なかなか上がってこない。まだ赤の糸が見えないもんね。あ、さらさら来れた。あ、来た来た来た。 お、アジだ。アジだ。やった。おー、すげえ。やった。はいはいはい、はい、これ持って帰れる。うん、全然持って帰れる。イエーイ、すげえ。ちょっと待って。うん、はいはい、ベールを返して、はい、ここに置くよ、うん、はいはい。あ、取れた。ほら、血抜きをして。え、血抜きをして、チャプチャプして。どうやって取るの？そうそうそう。約40メーター。あ、あらら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 ら。サバ。あ、大丈夫だ。あ、よかった。大丈夫だ。サバどうする？サバ、サバいい。いらない。え、サバだよね、うん、サバ美味しいよね。開きの干しもんはサバじゃないの？そんな色なの？ごまサバ。美味しい。食べてみよう。食べてみる。うん、あ、うん、しめサバとか、まあ、ちょっと臭みが強いよね。あ、そうなの。いいじゃん、リリース。お帰りいただいた。結構魚探のいい反応があります。お、これ結構でかいよ。うん、うわー、引く引く引く、はいはい、なんかね、いい、うん、マダイだかもね。あ、でも全然引かなくなった。重型かな。あ、違う、マダイだね。コツンコツンやりだした。ほら、うわ、めっちゃできる。取って、すくって、はい、すくって。あ、ちょっと、はい、なに。すくって、はい、すくって。あ、ちょっと、よっしゃ。
作って、はい、作ってよっしゃ作って、はい、作ってよっしゃ。どうなった？いや、わかんない、私が違った。いや、違った、違った、うん、めっちゃでかいよ。やっと、すごいね、すごい、めっちゃでかいじゃんね。え、やっとね。ただいまの時刻3時5分、小休止です。ただいまの時刻3時57分、3時57分、はい、今日の釣りは終わりにしたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ今日は夜ご飯を、このお魚さんたちを全部食べたいと思います。で、自分たちが釣ったのはこの3匹なんですけど、こっちの4匹はオウモンハタとタイ、ちょうど出す時に一緒になったあの釣り人さんにいただきました。ありがとうございます。結構タイも大きいのを釣られてました。ちょっと疲れすぎたので自分にエンジンをかけたいと思います。ただいまの時間が18時半です。目標時間、1時間で全部作りを終えたいと思います。いただきます。さあやろう。ただいまの時刻は19時40分です。作る前に19時半ぐらいまでにはって言ってたんですけど、一応作り終わりました。今日は、こっちがタイの煮付け、もらった大門ハタの煮付けと、でしゃぶしゃぶ用にもう取りました。今日はで刺身で食べたい人たちはもう刺身で食べてっていう感じ でこっちがタイ、こっちが大門ですね。大門、も取れたんだ。大門も取れました。すげー。ということで、はい、残りタイ1匹残して、今日は一応こういう風な夜ご飯になります。それではいただきましょう。お腹すいた。はい、じゃあいただきます。いただきます。乾杯。乾杯。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。こっちがタイ、タイをしゃぶしゃぶした方がいいかも。煮付けも食べていい。うん、こっちを、こっちは刺身の方、刺身も食べる。刺身皿持ってこうか。ああ、だね。食べる、うん、で、大根おろしもここにあるから、大根おろしをポン酢に入れて食べたら、もういいかも、もういいかも。大根おろし入れて、大根おろし、たっぷりめが、一回食べたい。いただきます。始まらない。Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, baby.